風って何？ん？うん？って言われて。凍りついた心には太陽、そして僕は君にとってそのポジションを、そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたのよ。ごめんね、ごめんね、笑ってやって、やけどしそうなほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ。きっと君に渡したいものはもっとひんやり熱いもの。綺麗事じゃないけど綺麗で揺るぎないもの、上辺よりも胸の奥の奥を温めるもの。理想だけはあるけど心のどこ探してもまるで見つからないんだよ。伝えたい伝わらない、その不条理が今きつく縛りつけんだよ。臆病な僕のこの一挙手一投足を、言葉はまるで雪の結晶、君にプレゼントしたっても夢中になればなるほどに形は崩れして溶けていって消えてしまうけど、でも僕が選ぶ言葉がそこに託された想いが君の胸を震わすのを諦め、不必要に汗をかいてしまう僕なんかも、どうしたって生ぬるくて君を痛めつけてしまうのだろう。手のひらが熱いほど心は冷たいんでしょ。冗談でもそんな残酷なこと言わないでよ。別に言えばいいけど全人生をかけてもちゃんと覆さしたよ。救いたい救われたい、その怒りが今優しく救ってくんだよ。語りそう武装、プライドの過剰放送を、正しさよりも優しさが欲しい、そしてそれを受け取れるのはイルミネーションみたいな、太くて多数じゃなくてただ一人、君であってほしい。Shake up!
フィシャルヒゲダンディズムさんでサブタイトルでした。ありがとう。うん、エロハありがとうございます。キラコメありがとう。カイトリちゃんもありがとう。スメちゃんパチコ、ドクちゃんパチコ。